藤木さんによるソーシャルゲームにおける AWS 移行事例、よろしくお願いいたします。はい、それではソーシャルゲームにおける AWS 移行事例というタイトルで発表いたします。よろしくお願いいたします。まず軽く自己紹介させてください。ティークチキと申します。株式会社カヤック4年目で、オペレーションエンジニアをやっております。主に、ソーシャルゲームを担当してまして、パールは、私も昔アプリケーションエンジニアだったんですけど、まあ、その頃に3ヶ月くらいに書いてたっていうくらいの利用歴です。はい、それでは早速本日のアジェンダなんですが、まずAWS 移行の背景をお話しした後に、事例を紹介いたします。で、今ここに事例1とあと2、3とあるんですけど、2と3については、ほとんど、同じようなシステム構成ですので、1つの事例としてお話しいたします。あとちょっと監視についてと、ジェンキンススレーブの活用についてはちょっと時間が多分ないと思いますので、発表中はちょっと多分飛ばすと思うんですけども、なんかもし、先に読んでいただいて、なんか質問とかがあれば質疑応答の方で質問していただければと思います。でその後に、AWS 移行のメリットとデメリット、あとちょっと知見といいますか、まあ、ちょっと今回の移行作業で、学んだことの、まあ、感想みたいなものをお話しいたします。それでは AWS 移行の背景です。株式会社カヤックでは、2011年から、データセンターにラックを借りてサーバーの運用を開始いたしました。5年リースでサーバー機を購入したこともあり、まあ、2013年の後半あたりから、まあ、リース期間終了後、どうするかを考え始めました。まあ、そういったこともありまして、まあ、2014年以降にリリースしたサービスは、今後のことを見据えて AWS に構築しました。また、社内最大規模のサービス、まあ、ちょっと具体で言うと昨日発表があったロビーのことなんですけどを、AWS 移行したことや、まあ、他にもちょっと何個かサービスが、終わったこともありまして、まあ、ちょっと使っていないサーバーが結構増加してきました。で、まあ、そういったこともあって2014年の3月に、VM の移行を行って、まあ、落差を削減するといったことも行っております。でちょっとサービスの流行り廃りで、今後も余剰サーバーが増加したり、まあ、サーバーが足りなくなる可能性といったものが十分に考えられるかなということで、まあ、しかもそれを予想するっていうのはすごい困難ですので、まあ、状況に応じて最適化しやすい AWS に移行することになりました。で、まあ、その中で移行したサービスの中で、まあ、規模の大きかった、まあ、3つ、まあ、事例としては2つなんですけどについてお話しいたします。はい、ではまず事例の1つ目です。1つ目は、冒険クイズキングダムという名前の見て分かる通りの、クイズゲームです。こちらは移行期間は1ヶ月ほどでした。でこちらは、移行時にパールのマイナーバージョンアップも行って、その際に一緒にシーパーモジュールのバージョンも全て最新にしました。で OS としては、AWS に移行したんですけど、ちょっと Amazon Linux への移行の検証まではちょっと時間が足りなかったので、CentOS をもともと使っていたので、まあ、CentOS のマイナーバージョンをアップグレードするだけっていう感じになりました。で、移行体制なんですが、こちらのゲームはアプリケーションエンジニア2名と、オペレーションエンジニア1名、あ、これは私のことです。あとはオブザーバー2名程度で、実際に移行作業を行っていきました。で、移行作業ので行った主なトピックスなんですが、まあ、デブサーバーの構築から始まって、あとは AWS に移すってことで、RDS4 MySQL の検証や、あとはエラスティックキャッシュ4 Redis の検証を行いました。で、あと今後RDS って RDS とエラスティックキャッシュって書いてる場合は、一応RDS が MySQL でエラスティックキャッシュは Redis だと思っていただければと思います。で、あとは、こちらのプロジェクトは昔は CPAN ファイルがなかったので、まあ、移行の時に一緒に CPAN ファイルを作ってもらったりっていうようなお話とか、あとちょっとモジュラ CA っていうシーパーモジュールがあって、まあ、ちょっとそちらで問題があったんで、それに対処した話とかをいたします。あとは、本番サーバーを実際にどんなふうに構築したとか、当日のメンテナンスの様子をお話しいたします。まず、デブサーバーの構築なんですけど、こちらのプロジェクトだと、なんかデブサーバーが2台ありました。
ただ2台あるんですが、冗長構成ではなくて、まあ後からちょっとリソースが足りなくて足したというような感じでした。でそれだとちょっと管理が大変になるので、まあ、移行の際にちょっとサーバーのスケールアップをして1台にまとめるというような作業を行いました。あとはちょっとシェフで管理されていないものとかがあったので、まあ、それをクックブックを書き直すといったような作業も行いました。まあ、こちらは大体1週間ぐらいで終わったと思います。で次が一番時間がかかった検証なんですけど、RDS for MySQL の検証です。RDS はタイムゾーンの設定ができないものなんですけど、まあ、そのため、MySQL でいうとイニットコネクトで、まあ、タイムゾーンを指定してあげないと、もし移行前の環境で、JST とかで運用していると、まあ、ちょっと困ったことになるというようなことがあります。でちょっと適当に事例を探していたら、イニットコネクトで、タイムゾーンを設定しているときになんかフェイルオーバーするとすごいエラーが出るというような記事を書いている方がいらっしゃって、まあ、何度か検証したんですけど、まあ、結局エラーは出ることなかったので、まあ、ここについては、割とすぐにクリアになりました。で、RDS あまりちょっと詳しくない方のために説明しますと、一応フェイルオーバーを無理やりというか、リブートしたときに一緒にフェイルオーバーする機能があったので、そちらを使って、まあ、フェイルオーバーの検証をしました。で、あと、先ほどのイニットコネクトと関連する話なんですけど、リコネクトを有効に、MySQL のリコネクトですね、を有効にしていると、コネクションが切れて、再接続したときに、イニットコネクトの設定が消えてしまうという問題があって、あれですね、そのタイムゾーンの設定が、消えて、いつの間にか UTC に戻っちゃってるというような問題があったりするので、もしやる方いたら気をつけてください。で、あと次はオンプレの MySQL から RDS に移行するときの話なんですけど、一応RDS っていうものは、オンプレと RDS 間でレプリケーションが組めるといったものになっています。ただしRDS はタイムゾーンが先ほど申した通り変更できなくて、まあ、UTC のみです。で、JST で運用している場合、レプリケーションしている場合ってタイムゾーンの情報はレプリケーションされないので、NOW などの時刻関数を使っているとそのまま9時間ずれるといった問題があります。ですので、もともと UTC で運用しているか、アプリケーションの方で時刻の計算を行っている場合は特に問題ないんですが、タイムゾーンを設定して運用している場合はこのオンプレの ESQL と RDS 間でのレプリケーションを組むことができません。ですのでちょっと今回は、レプリを組まないで実際に MySQL ダンプしてインポートするという手順で、移行作業を行いました。で、ここまで分かったところで早速、どれくらいかかるかを検証したんですが、データサイズは、まあ、大体生のダンプで15ギガぐらいでした。で、これを1回目に実行したところ、見て分かると思うんですが、209分かかりました。で、ちょっと209分だと長いっていうことで、まあ、なんで200、まあ、209分そんなに長、多分すごい大規模なシステムを運用している方だと、まあ、そんなに長くないと思う方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、我々としてはどうにか平日の日中にメンテナンスを行いたいという行いたかったので、ちょっとインポートだけで209分かかるのは厳しいということで高速化が必要でした。で、まあ、そこでいろいろ調べたんですけど、平塚さんという方が、大量データロード時のコールテンといった資料をまとめてくださっておりました。こちら 5.6 って書いてるんですけど、5.1 と 5.5 と 5.6 の手順が載っております。で、そちらから引用したものなんですけど、最速手順はこのような感じになってて、テーブルを作ってから、まあ、テーブル作成して、プライマリーインデックス作って外部キー制約を付与して、データロードする前に外部キー制約を一旦無効にしてから投入して最後に、セカンダリーインデックスを作成するとすると、まあ、最速であるといったふうにまとめられてました。ということで、こちらを実際に試しそうと思って、まず MySQL ダンプのオプションとか調べたんですけど、 MySQL ダンプにはセカンダリーインデックス抜きで、ダンプするオプションがないんですね。で、一応ディセーブルキーズっていうオプションがあって、これを使うと業務が全て挿入された後に、
インデックスが作成されるようになるように、インサート文が、オルターテーブルのディステーブルキーズとイネーブルキーズで囲まれる形になります。ただしこちらのマイアイドルのみにしか使えなくて、先ほどのゲームは、もちろんゲームなので、バリバリトランザクションを使うので、NDB で動いているので、こちらは使えないということになりました。そういったこともありまして、ちょっと私の拙い、Ruby スクリプトを書いて、ショーテーブルズとショーインデックスフロムの結果をパースして、セカンダリーインデックスの作成をする SQL と削除する SQL を、生成する、スクリプトを作りました。で、こちらちょっと妥当性はすごい完璧ではないんですけど、一応これ作った後に、まず MySQL ダンプのノーデータで、スキーマだけダンプして、実際に作業を行った後にセカンダリーインデックスの削除と作成をした後に、もう一回スキーマをダンプしてみて、そちらのディフを取って、差分がないことを確認して、一応 OK ということで、実際これ本番でも使いました。で、資料を作っている時にパワコナサーバーの、ちょっと読み方合ってるか分かんないんですけど、の MySQL ダンプには InnoDB Optimize Keys っていうオプションが追加されてて、こっちを使うとクリエイトテーブルから、インデックスを抜いてくれるオプションがありました。で、これやると抜いた後に MySQL ダンプはインサート文書かれると思うんですけど、その後にオルターテーブルアドユニークキーとかオルターテーブルアドキーといったものが追加されるというようなものでした。で、なんかパッと見これ使ったら最速の手順になるかなと思って実験してみたんですけど、普通に MySQL ダンプするよりは早かったんですけど、思ったよりも早くならないという結果でした。で、ちょっと話が飛んだんですけど、一応さっき私が作った、スクリプトを使って、ちゃんと209分だったのが、ちょっとスライドに書いてなかったんですけど、最終的には90分まで、時間を短縮することができました。で、そこで一応そのデータ移行の検証は大体いいなってことになったので、次は、RDS で正常にフェイルオーバーさせるといった検証をしました。で、こちらは DSN にタイムアウトを設定して、MySQL コネクトタイムアウトとか、リードタイムアウト、ブライトタイムアウトですね。こちらを設定しておくと、大体正常にフェイルオーバーされます。ただし、この設定していないと、スターレットとかで、やってるときに、コプロセスが何回さばいたら、コプロセスを再生成するか、みたいな設定があると思うんですけど、その状態になってプロセスが再生成されない と、DNS を引き直さないので、ずっとつながらないということになります。ただしこのタイムアウトを設定しておくと、そこで切れてもう一回つなぎ直すので、フェイルオーバーしてもちゃんと、コプロセスが、再生成されなくてもつなぎ直してくれます。ただ、ちょっとやってみたらタイムアウトを設定してもダメな場合がありまして、こちらはネットワークダウンが発生したというキーですね。なんかネットワークダウンが1回でも発生するとなんかMySQL サーバーハズゴンアウェイが出て、しかもなんか一度失敗するとプロセスが再生成されるまでつながらないっていうことがありました。で、この場合ですとピンを打ってつながるか確認するか、DBIX コネクターってやつを使って、つながるかどうかを確認するといった方法があるかと思います。じゃあ、ピンを打って確認する例ですが、ちょっと、毎回これやるのめんどくさいんですけど、ピンがダメなら一回ディスコネクトしてコネクトし直す。というようなことをやると、ネットワーク的につながらなかったことが一瞬あったときとかでも、ちゃんとインスタンスを作り直すので、ちゃんとつながるようになるかと思います。で、ここまでで RDS の検証が大体いいかなってことになったので、次はエラスティキャッシュ for Redis の検証を行いました。ただちょっとエラスティキャッシュ for Redis が RDS と違って、リブートイズフェイルオーバーの機能が使えないといった状態です。で、この場合は経験上30秒から60秒かかる処理をさせると、フェイルオーバーすることがありました。なので、私がやったときは 10GB ぐらいのデータをまず突っ込んだ後に、フラッシュオールかけると消すのにすごい時間かかって勝手にフェイルオーバーするみたいなことをやったりしました。ただしこれちょっと問題がありまして、レプリケーション組んでるので、
なんかまた10ギガに戻っちゃうので、インスタンスを消さないとそもそもフラッシュウォールが永遠と終わらないみたいな、ちょっと地獄みたいなことになったりしましたので、あまりおすすめできない方法です。いや、もう一つはIP テーブルズでパケットを落とす方法を使ったんですけど、まず検証用に全然関係ないRDS とか RDS じゃない、エラスティケーションとは関係ない、レコードを一つ作っておいて、IP テーブルズでパケットを落としている間に DNS を書き換えて、元に IP テーブルズを元に戻して、通信を行えるようにするといった、技術的な検証を行ったりもしました。ただちょっとこれもちゃんとエミュレートできてるかちょっと微妙であれなんですけど、今のところちょっと正確にテストすることができませんでした。で、エラスティキャッシュもやっぱり正常にフェールオーバーさせたいので、タイムアウトを設定するわけなんですが、タイムアウトを設定しても、ちょっと DNS を引き直してくれませんでした。ちょっと実装を見た感じやってくれるかなと思ったんですけど、ちょっと引き直してくれなくて、こちらも同じくピンで確認してダメならインスタンスを作り直せば、ちゃんとつないでくれると思います。ピン打つので、似たようなコードになるんですけど、こちらはRedis Fastの例ですね。Redis PM でもほぼ書き方は一緒かと思います。はい、ここまででだいたいミドルウェアの検証が終わったので、これは実際は並行に作業してたんですけど、シーパンファイルを作ってもらいました。移行前はシーパンファイルがなかったので、結構環境、ローカル環境の構築とかもちょっと容易に行える感じじゃなかったので、作ってもらって、せっかく、パールのバージョンを上げてっていうことになって、シーパンモジュールも一緒に最新版に上げようってことになったのでテストしました。で、一応テスト回したら特に問題ないっていうことだったので、実際本番に、シーパンモジュールのバージョンを上げた状態で投入しました。ただ1点だけ問題がありまして、最近Rubyの挿入があったと思うんですけど、デートタイムモジュールが内部に Rubyの情報を持ってまして、勝手に60秒目を差し込んでくるっていったことが前日に分かりまして、前日の16時くらいにバージョンを1つ下げて、Rubyが入ってないやつにするというような対応をすることとなりました。はい、次はモジュラ CA の問題なんですけど、モジュラ CA っていうのシーパーモジュールがあって、結構HTTPS で通信するモジュールとかで内部で使われたりするようなんですが、なんかこちらが返す証明書が古くなってまして、具体的に何が問題だったかと言いますと、アプリ内課金でレシートの検証を行っているんですけど、そこでエラーが出るようになってしまいました。で、なんかこのモジュラ CA に MKCA バンドルっていうスクリプトが入ってて、これを使うとその、新しいっていうか、モジュラーがホスティングしているなんかファイルを落としてきて、そこから証明書を生成する、ルート認証局の証明書ですね、を生成するっていうようなスクリプトになっています。ちょっとこれがヘルプの抜粋なんですけど、今回使ったのは P オプションのやつで、ここで目的とレベルを指定すると、生成することができて、オールってやると、目的全部とレベル全部で指定する、で生成するみたいなことができるようになります。で、実際これで生成し直して、これを参照するようにして、アプリから使うように書き換えました。コードの例というと多分こんな感じになると思うんですけど、FURL で、証明書、レシート検証を行ってたんですけど、その FURL で使う場合は、こんな感じに書くと自分で指定した証明書を使えるようになります。で、実際にこれで、ちゃんとエラーが出なくなりました。はい、で、いろんな問題が解決して、実際に今度本番サーバーの構築を行いました。本番サーバーについては、シェフで管理していないものがなかったので、少し改良するといったことを行いました。で、ちょっとサーバー構成についてはちょっと結構大幅に変更しまして、
次のスライドで、古い方のサーバー構成をお見せするんですけど、まあ、ウェブサーバーとアプリケーションサーバーの統合を行いました。あとは、自前で MySQL と AWS を立てたのを、RDS と Elasticache に差し替えました。これが古かった移行前の構成ですね。まずビッグ IP、ビッグ IP のロードバランサーで受けて、そのここでNGINX に流して、NGINX がアプリケーションサーバーにリバースプロキシーするというような形でした。まあ、ちょっとこれ、問題なのが、NGINX のリバースプロキシー先が、まあ、サーバーフェルトは変更しなくてはいけなくて、まあ、発表の中で何とか、他の方であったと思うんですけど、コンサルテンプレートをまあ入れれば、動的にできるんですけど、まあ、そもそも入れない方が、まあ、多分要は楽なので、入れないように、Amazon の ELB に全て任せて、まあ、NGINX とアプリケーションサーバーを同居させることで、まあ、アプリケーションサーバーを増やして ELB に追加したら、まあ、OK っていう状態にしました。で、レディスについては VIP をつけて、まあ、そこでマスターを見るようにしてて、まあ、マスターを監視してて、キーパーライブリーで見てて、あれですね、VIP の管理してて、死んだら、スレーブをマスターに昇格するみたいな感じになってました。はい、あとは、こちらも、話がちょっと少しあったと思うんですけど、コンサルを導入して、内部 DNS として使いました。やる前は、普通にホストファイルにサーバーの情報、IP アドレスとか書いてたんですけど、まあ、動的にスケールするのが大変とかいろいろ問題があるので、こちらを使いました。あとは、藤原さんの方の発表であったと思うんですけど、ストレッチャーの導入も行いました。あとはちょっとクリエント D の設定がちょっと足りないのがあったので入れたりとかもしました。はい、コンサルについてちょっと説明を軽くします。ハシコプ製のオーケストレーションツールなんですけど、まあ、KVS とか、DNS、あとはまあ HTTP のインターフェースなんかを持っているものです。で今回はまあ特に KVS は ほぼ使ってなくて、まあ、内部 DNS として活用しました。DNS は8600番ポートで提供してて、まあ、ノードとサービスといったドメインになっています。まあ、なんかノードネーム .node. データセンター .consult みたいな感じで引くことができます。ただ、毎回8600番ポートを指定して引くのもあれなんで、DNS マスクを入れて、まあ、フォワードするっていうような形をとっています。でこちらは、前代のサーバーに入れてないと DNS が引けないので、まあ、前代に入れてます。まあ、軽く設定をお見せすると、まあ、こんな感じです。意外と少ない設定、まあ、3行くらい書くといい感じにやってくれます。でちょっとあとは、AWS の VPC でちょっと設定が必要で、DHCP Options Set っていう設定をしないといけなくて、まあ、この設定をもとに、設定のリゾルブコンフが生成されます。これ、弊社では1年くらい前からコンサルを運用してて、運用当初はマネジメントコンソールから設定できなくて、まあ、毎回 API 叩かなきゃいけなかったんですけど、今は、マネジメントコンソールから設定できるので結構楽です。で、これが生成されたリゾルブコンフなんですけど、サーチのところにnode.consult とサービス .consult ってあるので、この node.consult を抜いたホストネームだけで名前が引けるっていう感じになってます。で、ネーム差は3つあるんですけど、まあ、一番上のが DNS マスク仮定で、真ん中のが、VPC 内の DNS リゾルバー。で、あとは一番下はちょっと次に説明するアンバウンドのアドレスです。で、アンバウンドは何かと言いますと、まあ、DNS のキャッシュとリゾルバーです。で、まあ、なんでアンバウンドを入れているかと言いますと、まあ、昨日もちょっと発表の、藤谷さんの発表でもあったと思うんですけど、VPC の、DNS をキャッシュしてるんですけど、なんかたまに VPC のリゾルバーに問題があって、名前が引けないっていうことがあるので、まあ、キャッシュして、まあ、VPC に問題があっても引けるように対策しました。でこちらはデプロイサーバーで稼働しています。で次、まあ、ストリプターによるデプロイなんですけど、まあ、こちらも昨日の発表だったと思うので、詳しくは、昨日の発表資料が上がっているので、そちらを見ていただきたいんですが、まあ、簡単に動作を説明すると、S3 からターボルを取得して展開して、RSync をかけて、
作れるデプロイツールです。まあ、コンサルとかサーフと連携する機能がありますので、ぜひスライドをご覧になってください。はい、でここまでで、本番環境の変更の説明が終わったんですけど、最終的にはこのような構成になりました。NGINX とアップが分かれてたのが、NGINX とアプリケーションサーバーが同居されて、まあ、RDS に普通に参照いってますね。で、エラスティキャッシュも、スレーブ組んでるので、特に、VIP でなんかフェルオーバーさせるみたいなことはしなくて済んでます。で、左上の方が、ストレッチャーでの説明みたいなものなんですけど、まあ、SE に、マニフェストファイルとか、ターボルを上げて、まあ、そこから、全サーバーに、配るっていうような構成です。であとちょっとシェフの話をちょっとちょくちょくしてたんですけど、シェフの実行についてはシェフサーバーは入れてなくて、シェフソロワーのキャピストラの経由で全台に向けて実行するっていうことになっています。はい、それではいよいよ、メンテナンス当日に行った作業について紹介します。メンテナンスはまず事前準備が必要で、先のほどの説明した、RDS じゃないや、MySQL のデータ移行をする最速手順をやるために、まあ、あらかじめセカンダリーインデックスを削除しておいた、まあ、テーブルを移行先の DB に用意しておきます。あとは、RDS の、問題で、マルチ AZ っていう AZ を複数構成にするのがあるんですけど、それを切ってシングル AZ にしておいたりする必要があります。あとは、まあ、パラメータグループを調整しておくといった必要があります。で、まあ、なんでシングル AZ にしないといけないかといいますと、マルチ AZ の場合だと、まあ、対障害性は向上するんですけど、その代わり両方の AZ に書き込むまで、完了しないので、書き込み速度が2倍になってしまいます。まあ普通運用しているときはこっちの方がいいんですけど、メンテナンス時にダンプを入れるだけだったら、まあ、早いだけでいいので、シングルエゼットにしております。あとは、まあ、パラメータグループっていうのは、まあ、MySQL の、設定なんですけど、これは3つ、InnoDB フラッシュログ、ATTRX コミットと、InnoDB サポート XA と、シンクビンログを全部ゼロにしておきます。で、まあ、一番上のやつは、これをゼロにしておくと1秒ごとにトランザクションをフラッシュするようになるので書き込み回数が減ります。これ1だとコミットごとにフラッシュするので、まあ、IO の負荷が高くなります。で2番目の NoDB サポート XA は2層コミットを無効にするやつです。でこちらはトランザクションログとビンログの整合性を取るためのもののようで、まあ、ゼロにすると整合性取れなくなるので確か Fsync の回数が少なくなるはずです。でシンクビンログについては、まあ、データの書き込みがあっても即座にフラッシュしなくなるので、まあ、こちらも IO の負荷が減って早くなります。で、ここまで事前準備をしたら、予約メンテナンスに入るんですけど、まあこういった流れでメンテナンスを行いました。ちょっと次から一つずつ説明していきます。で、まあ、MySQL のデータ移行については、まあ、スキーマをあらかじめ入れてあるので、まあ、データだけをダンプします。で入れるとき、データをインポートするときは、フォーリンキーチェックスっていう外部キー制約を無効にするオプションをつけて、それを Zcat の前後に入れて、MySQL に渡すっていうようなことでデータを入れました。実際にコマンドにすると、こんな感じですね。でこれでやると、MySQL ダンプ取った GZIP の前後に、フォーリンキーチェックスの0と1が入るので、まあ、ちゃんと無効になります。でインポートが終わったら、セカンダリーインデックスを作成してでデータ移行は完了というような感じになります。で、まあ、ちゃんとデータ移行しているかを見るために、私の場合は、インフォメーションスキーマのテーブル図を見て、各テーブルの行数を、ファイルに入って移行先と移行前の環境で、比較しました。まあ、コマンドにするとこんな感じです。これやると各テーブルの、行数がバーッと出るのでそれをリフ取って、まあ、特に差分がなければ、まあ、ちゃんとできてるかなっていうような感じで判断しました、はい、で次は、MySQL が終わったらまたリリースなんですけど、まあ、リリースは、アペンドオンリーファイルを書き出す
って、そいつを流し込むというようなデータ移行の方法になります。で、今回移行では使わなかったんですけど、アペンド F シンクをノーにすると、速度が上がるらしいです。ただ、Redis のデータ移行については、本当ダンプするのも2分ぐらいで終わったので、まあ、特にそういうこともする必要もなくできました。あとは、まあ、Redis のそのアペンドオンリーファイルを吐き出したら、まあ、一応 Redis を止めておいて、で、データ移行は意外と簡単でして、アペンドオンリーファイルを、キャットして、Redis CLI の、パイプオプションで食わせるとデータを入れられます。で、Redis のデータ移行した時の、まあ、比較については、移行前後の、両環境でキーズを打って、その結果をファイルに落として、まあ、それを一応ソートかけてリフトって確認するっていうようなことをしました。でただしこれRedis のエクスパイアがあって、ちょっと移行時間がその数秒で終わるわけじゃないので、まあ、場合によって、エクスパイアで削除されていると多少出るんですが、実際移行作業した時は、多分差分はなんか1行ぐらいだったのでほぼ同じ、エクスパイアされてない状態で、まあ、移行されてました。はい、でここまでで、データ移行が終わったので、あとはまあなんか、ここはちょっとすごいチップスみたいな話なんですけど、まあ、これ事前にやってるってすごい良かったのが、移行後の環境に接続できるアプリを、まあ、あらかじめ、ソーシャルゲームなので、iPhone とか Android の端末に入れておくとすごい楽でした。まあ、一応その、本番用のドメインともう一つ用意しておいて、そこからアクセスするっていうような感じでした。まあ、多分方法としてはスマートフォンの DNS 設定変えたりとか、あとは DNS の音を偽装したりすると、まあ、別のサーバーに向けられると思うんですけど、まあ、ちょっとこういうトリッキーなことをするよりも、まあ、結構移行作業とかだと結構テンパミスったりちょっとテンパるので、まあ、なんか成功法でやった方がいいかなっていうのが印象です。はい、で、そこまで終わったら、さっきスピードアップのためにシングル AZ にしたのをマルチ AZ に戻します。でちなみにこのシングル AZ からマルチ AZ への変更は、オンラインで実施可能ですので、まあ、実際、あれですね、メンテナンスを開けた後でも、まあ、多少は性能が劣化するんですが、まあ、無停止で行うことができます。あとはさっき の MySQL のオプションを、ちゃんと 対象外性が高いオプションに戻して、MySQL の方は完了っていう流れです。で、最後にそこまで終わったら、DNS の切り替えをしてメンテナンスは完了っていうような感じになっております。で一応、まあ、注意じゃないんですけど、まあ、TTL はあらかじめ短くしておくのがいいかなと思います。まあ、60秒だとちょっとあれかもしれないですけど、まあ、5分とかそこら辺まで短くしておいた方がいいかなといった印象です。でただ TTL を短くしてたからといって全くアクセスが来なくなるわけじゃないの でそのクライアント次第のところがあるので、まあ、間違って旧環境のデータベースとかに書き込まれると、その書き込んだ後に、新環境の方に行っちゃうと、まあ、なんかデータが保存されてないとかっていう問い合わせが来ちゃったりするので、そういうデータを保存するところですね、データベースとか KBS は、まあ移行前なんですね。移行前の環境のデータベースとか KBS は必ず止めておくことをお勧めいたします。はい。で、以上が事例1で行った検証とメンテナンス作業についてでした。はい。そう、時間がないので次の事例2と3に行きます。はい。次の事例は、僕らの甲子園ネット編のモバゲー版と iOS Android 版です。こちらはちょっと時間がなかったのと、先ほど申した通り、サーバー構成が一緒でしたので、移行期間は両方合わせて1ヶ月で行いました。で、まあ、ほとんどサーバー構成が一緒ですので、まあ、同時に進行して行いました。あと、ちょっと若干環境が古かったのもあって、事例1の時のように、C パーモジュールをなんか最新版にするとかができそうになかったので、もうファイルブルーで、インストールしてある環境でしたので、まあ、そいつをそのままこそっと持ってきました。で、まあ、これはサイエンティフィックリナックスだったんですけど、まあ、それをセントOSの6にしただけですので、まあ、特に、まあ、モジュールじゃないか、環境的にもさほど差がなかったので、まあ、普通にファイルを持っていくだけで、ちゃんと動かすことができました。はい。で、こちらの移行体制については、まあ、アプリケーションエンジニアが、ゲームで各1人ずつで、あとはオペレーションエンジニアが1人で、
オブザーバーが2名くらいでやりました。はい、で移行作業は、先ほどよりちょっと減ってて、事例1の、1、2、3の順でやったので、まあ、RDS の検証はもうやってるので、まあ、大体 OK ということで、次に、ウルマクドっていう、セッションストレージの検証を行いました。これについては後ほど説明します。あとは同じように本番サーバーの構築を行って、実際にメンテナンスをどのように行ったかの説明をします。で、移行したときにちょっと、発生した問題があるので、ちょっとそれについても共有いたします。で、まあ、デブサーバーの構築は、まあ、ちょっと先ほどとほとんど変わりなく、まあ、シェフのちょっと更新をしただけです。はい、で、ウルマクドの検証についてなんですけど、こちらのゲームですと、ちょっと最近あまり名前が聞かなくなったので知らない方もいるかもしれないんですけど、セッションストレージに京都タイクーンを使っておりました。で、まあ、京都タイクーンでも、まあ、機能的には全く問題がなかったんですが、まあ、技術検証も兼ねて、まあ、別のミドルウェアを使うことにしました。で、まあ、第一に考えられるのはレディスだと思うんですけど、まあ、レディスだとはもうアプリの大幅な修正が必要といったことがあるので、レディスは採用しませんでした。で、まあ、京都タイクーンは一応メモキャッシュ D との互換があるものなので、まあ、移行するものをメモキャッシュ D 互換のがいいよねということで、ヨルマクドにしました。で、次は、まあ、ヨルマクドの説明なんですけど、サイボーズさんが作っている、セッションストレージです。メモキャッシュ D とは、ほぼ完全互換といったふうにドキュメントに書いています。で、こちらはメモキャッシュ D と互換性あるんですけど、マスタースレーブでレプリケーションが含めて、VIP がついている方が自動的にマスターになるというようなものになっております。で、あとちょっと私あんまり詳しくないんですけど、メモキャッシュ D だとスラブを使ってて、ちょっと問題になることがあるらしいんですけど、ヨルマクドだとスラブを使ってないので、なんかメモリ不足の時とかになんかエラリューがうまく動作しないといったような問題が発生しない作りになっているといったことが書いてありました。あとは、今回のゲームでは使ってないんですけど、なんかクライアントサイドでロックすると処理中に動作不良を起こしたりすると、まあ、ロックが解放されないみたいな問題があるらしいんですけど、まあ、それに対応するために、サーバーサイドロックの機能が実装されているそうです。はい、で先ほど VIP がついてるやつのマスターになると、説明したんですが、まあ、そのために、まあ、EC2 に VIP をつけるんですけど、EC2 に VIP をつけても、まあ、すぐに通信できるといったわけではありません。ちょっとこれは AWS の仕様で、ENI っていう仮想ネットワークインターフェースがあるんですが、こいつがデフォルトだと送信モードと送信先のチェックが有効になってて、VIP だとなんか自分の ENI の IP とは違うんで、パケットを送ってくれないんですけど、まあ、これを無効にすると、まあ、自分宛以外のパケットが受け取れるようになるので、初めて VIP を使えるようになります。はい、でヨルマクドのドキュメントにもKeep Library で VIP の管理をするといいっていうふうに書いてるんですけど、まあ、こちらはまた VPC、AWS の制約でマルチキャストが使えないっていう問題があります。マルチキャスト使えないとうまく動かなくて、まあ、なんかいろいろ事例見てると頑張れば使えるようなんですけど、まあ、ちょっとそこで頑張るのもあれなのと、あとは Keep Library 自体の可用性とかも考えないといけないので、まあ、今回は思い切って、コンサルロックを活用した、フェローバーシステムを作りました。で、コンサルロックは、まあ、なんか分散ロックとか分散セマフォーの機能があって、まあ、こんな感じで、ロックがかけれます。で、まあ、早速システムの説明なんですけど、ロックを取ったホストに、まあ、VIP をつけるというような構成にしました。でローカルでのあとヨルマクドを監視するようにして、まあ、ダウンしたらロックを解放するというような処理にしてあります。でそうすると1機、2台で動かしてるんですけど、2台で同時に一斉にロックを取りに行ってて、取った方がマスターになってて、まあ、スレーブではロックをの解放待ちの状態になってるので、もしマスターがダウンすると、ロックが 解放されてスレーブがロックを取りに行って、マスターに昇格するというようなものになっております。でまあ、内部的にざっくり、処理を説明すると、まあなんか VGLOOP 回して、ヨルマクドの監視して、まあ、ダメだ、落ちてたら VPC のルートテーブルってやつを書き換えて、VIP の宛先を変更しています。であとは、
ちょっとこれは運用上の問題なんですけど、まあ、夜マックの、 弊社だとデーモンツールズを使ってまして、SVC のオプションっていうので起動すると、1回ダウンすると勝手に上がってこなくなります。で、あとはあのサービス、すらサービス図以下に、置いたものがあのデーモンツールズだと、デーモナイズの対象になるんですけど、まあ、これも起動時に削除しておいて、まあ、サーバーが突然死してもあのなんか VIP がついたまま再起動するとなんかマスターが2台になったりしてちょっと面倒くさいので、まあ、そういったのを起こらないように、組んであります。で以上が、ゆるマクドの、検証とロボシステムの説明で、まあ、ここまで検証ができたので実際に本番サーバーの構築を行いました。まあ、シェフについてはまあちょっと改良したのと、まあ、サーバー構成はもう先ほどと同じで、ウェブサーバーとアプリケーションサーバーが分かれてたのを統合しました。あとは、京都タイクーンを夜マクドに移行したっていう流れです。で移行前の環境がこんな感じになってまして、基本的にあのバッチサーバーとアプリケーションサーバーに HA プロキシを入れてて、 HA プロキシ経由で京都タイクーンとMySQL にアクセスするというような感じでした。あとはメモキャッシュ D にキャッシュを入れてました。で、まあ、MySQL、何台もあったんですけど、まあ、さばけるように、負荷が結構減ってきて、まあ、さばけるようになったので、まあ、スレーブを何台も置くとかはしないで、まあ、マスター切れてさばくような構成に変更しました。まあ、それで、まあ、HA プロキシが不要になったので外しております。あとはあの先ほど言った通り、コンサルの DNSを使って、まあ、内部 DNS を使えるようにして、まあ、保湿に直接書くというような運用は、廃止しています。で、まあ、移行後の環境はこんな感じになるんですけど、バッチサーバーにもアプリケーションサーバーにも、HA プロキシは、入れない構成になっています。はい、で先ほど言ったようにもう VIP をついたのがマスターになるので、まあ、VIP 宛てにつなぎに行って、セッションに行きます。で、ちょっと説明がなかったんですけども、セッションとキャッシュをもう夜マクドに寄せて、メモキャッシュでキャッシュにしてたのも廃止して、セッションストレージ兼キャッシュストレージとして夜マクドを使っております。はい、でここでまあ大体移行の検証ができたので実際に検証を行うんですが、先ほどの事例1と同じものはちょっと省略します。はい、でまあ、MySQL のデータ移行も大体同じになる予定だったんですが、なぜかのデプリケートエントリーのエラーが出て失敗しました。これ未だにちょっと原因が分かってなくて、まあ、前日演習した限りでは成功して全く同じ手順でやったんですけど、まあ、ダメでした。まあ、ただしあのこちらのサービスはあの外部キー制約をほとんど使ってなくて、実際あの最速の手順でやったのとただ MySQL ダンプしたのと5分ぐらいしか変わらなかったので、まあ、ちょっと MySQL ダンプ普通にやった方がいいなってことになって、もう一回ダンプ取り直して、移行しました。あとは、ここすごい大事な話なんですけど、あのセッションのデータ移行なんですけど、実際しませんでした。でこれセッションのデータが全部飛ぶと、まあ、ログインし直しで、まあ、実際ユーザー数的にはなんとかさばける数だったので大丈夫なんですけど、まあ、実際すごいアクセスがあるサービスだとあのログインが集中するので、まあ、通常は移行した方が良いので、皆さんあの忘れずにデータ移行した方が良いかと思います。それで移行後に発生した問題なんですけど、ちょっとこれコンサルの話になります。まあ、コンサル、まあ、なんかね、この問題が起きた時は特になんかコンサル自体がダウンしたとかじゃなくて、まあ、多分ネットワーク的な問題か何かで数秒のリーダーがロストすることがあったんですが、リーダーがロストするとあのコンサルのロックが外れてしまいまして、外れた瞬間にフェイルオーバーがかかるというような問題が発生してしまいました。しかも問題だったのが移行した次の日とその次の日ぐらいで、連続でフェイルオーバーが発生したので、まあ、今ちょっとこの機能は実は使っておりません。はい、でまあちょっとリーダーロストするのは、まあ、ちょっと避けられないので、まあロックは使わないということにしておいて、まあ、DNS だけは引き捨ててほしいので、まあ、なんか DNS の、ロストした時とかでもあれですね、TTL の設定を長くすることができるので、まあ、あらかじめその設定をしておくと、まあ、数秒ぐらいのロストだったら DNS が引けるので、まあ、システムがダウンするといったことは起きないかと思います。はい、でまあ、次はちょっと監視についてなんですけど、こちらはちょっと時間の関係で省きます。まあ、触りだけ言うとあの弊社 Zabbix 使ってまして、まあ、Zabbix
の設定をいろいろしたんですけど、そうですね、ここも結構いろいろ頑張って、なんか今まで監視できていなかった問題とか、あとはザビックスプロキシーってやつを使ってて、まあ、ちょっと SPF、ちょっと次のスライドにあるんですけど、SPF になるので、まあ、これを使わないようにしたというような話が書いております。じゃあちょっと飛ばします。ちょっとジェンキンスライブの話もちょっと飛ばしまして、で次はちょっとじゃあ AWS 以降のメリットとデメリットをちょっと述べます。はい、でまあ、金額面でのメリットなんですけど、あちょっとこれ弊社だけかもしれないんですけど、プロジェクトごとに正確な利用額が出せるっていうのはメリットがありました。オンプレで利用しているときはサーバーが余ったときとかってプロジェクト単位、プロジェクトにお金がつけられないので、まあ、なんか電車費用に回したんですけど、そうなると見かけ上は安価なんですけど、でなのでなんかプロジェクトの人はウハウハなんですけど、なんか会社的には別に費用が安くなってるわけじゃないので、普通に費用かかってるんですけど、それは理解されないといった問題がありました。でまあ、それと、まあ、対になるようなデメリットが、まあ、一つあるんですけど、まあ、じゃあちょっと下から説明すると、で適正な費用が計上されるようになると、今度はプロジェクトの人から若干なんか今まで全社費用で吸収してた分がそのままダイレクトに反映されるので、なんか費用が上がってないみたいな感じに言われてしまうというような問題がありました。まあ、ただ、あとまあちょっと利用量的には多少増加すると思うんですけど、まあ、大規模でなければ多分人件費を含めると一般的には安価になるかなと思いますし、まあ、自前でサーバーを運用するよりは楽かなと思います。はい、でまあ、機能面でのメリットがありまして、これがすごい良かったんですけど、まずマネージードサービスの RDS とかエラスティキャッシュですねを使うことで運用負荷の削減ができました。で、あとすごい良かったのがこの次なんですけど、安価にサーバーの交換が可能になりまして、ハードウェアの性能の向上をすごい上げやすいんですね。オンプレですと結局サーバーキーを交換しないとメモリの増設とか、まあ、CPU の性能を上げるとかできないと思うんですけど、まあ、クラウドだと、まあ、それが割と簡単にできるっていうのがありまして、まあ、一番恩恵を受けたのが、アプリのチューニングなしでレスポンスタイムが改善しました。最初に述べたんですけど、2011年に、購入した機器で移行したのが、今年ですので、まあ、4年経つとやっぱりハードウェア性能も上がるので、これちょっとザビックスのグラフなんですけど、上が移行前で、下が移行後です。でちょっと分かりづらいと思うんですけど、色が薄いのがレスポンスタイムが早い部分ですね。で一番上の方は、薄い部分がほとんどちょっとしかないと思うんですけど、移行者だけで、半分以上が一番薄い色になっているのがお分かりになるかと思います。まあ、こんな感じで本当にただアプリのチューニング一切なしで、レスポンスタイムが、すごい改善されて、まあ、ちょっと、まあ、実際5時間ぐらい勉強したんですけど、まあ、ユーザー様にもかなりレスポンスタイムが良くなったと思うので、まあ、ユーザー体験も良くなったかなといったふうに思います。はい、まあ、機能面でのメリットとしては、まあ、ちょっとたびたびあったんですけど、必要な機能がないことがあったりして、まあ、エラスティキャッシュのフェイルオーバーする機能がなかったりして検証ができなかったりとか、あとは、今回そのマイスケールの移行に時間がかかった問題として、このタイムゾーンが対応してないといったのがあったりしました。はい、で最後にちょっと、まあ、知見といいますか、まあ、今回やってみたの感想みたいなものなんですけど、安定運用できていると、まあ、サーバー構成とか結構現状維持になりがちかなと思うんですけど、今回やってみて良かったなと思うのは、まあ、サーバー構成の見直しができる、まあ、チャンスかなといったふうに思いました。でこれ、実際移行作業をしたことで、まあ、なんか良くなかった部分が浮き彫りになって、まあ、例えばそのさっきちょっと飛ばしたんですけど、ザビックスの監視で足りない部分があったりとか、まあ、なんかデブサーバーのなんかシェフで、手書きでやってて管理できてないものと、まあ、シェフで書いてるのが混在してるっていうのを洗い出すことができました。であと個人的に結構思ったのが、十数台規模のシステムであれば、まあ、なんか 2,3 人くらいいたら、まあ、1ヶ月あれば移行できるっていったのが意外と驚きで、まあ実際やってみての感想なんですけど、まあ、今となんとかなるものだなと思いました。で、まあ、どちらかというと作業するよりも、まあ、やっぱり数時間停止するので、まあ、メンテナンス日の調整をするのが意外と大変だったかなと
といった印象です。はい、でこちら最後なんですけど、今回、まあ、データの移行を何回もしたんですけど、まあ、事前演習はまあ何回もやるとすごい安心でした。まあ、SPL のデータ移行とかはまず検証時に 3,4 回やって、まあ、前日には2回実施したりしました。でここまでやっておいて、まあ、コマンドをなんかコピペして実行するだけでできる状態にしておくと、まあ実際メンテナンス作業するときも、まあ、結構安心してできるといった、まあ、なんか 利点といいますか、はい、良かったところですね。はい、ではちょっと飛ばしたんですけどまとめに入ります。はい、AWS の移行事例を紹介しました。でまあ、ちょっと一応あの AWS にはあの VM をインポートする機能があるんですけど、まあせっかくの構成を見直すいい機会だと思いますので、まあ、現状維持するよりは、まあ、なんかお金とか人員の問題がなければ改善するのがいいかなといったふうに思います。はい、あとはまあ長時間のメンテとかは結構あまりできる機会とかあんまないと思うので、まあ、やっぱり機会を逃さないでちょっと地道でもいいので改善していくと、まあ、今後の運用とかも楽になっていいのかなといったふうに思いました。はい、以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。では質疑応答に入りたいと思います。質問ある方は、はい、ですね。はい、素晴らしいお話ありがとうございました。最後の方に、リハーサルしたって話があると思うんですけどあったと思うんですけど、はい、その時のリハーサルの環境っていうのはもうそのリハーサルをした環境上に本番を流すっていう感じだったのか、そのリハーサル用のやつ作ってやって本番はなんか別にこうリソースを使ってやったっていうのどっちなのかって気になったんですけど、はい、リハーサル用と本番環境を分けたかどうかっていう話ですよね。はい、はい、リハーサル用と本番用で分けなくて、はい、本番でやりました。でやった後に普通にドロップしてデータ消した後にっていうような感じでやりました。ありがとうございます。その他質問がある方挙手をお願いします。あ、手前の方。すごいいい話ありがとうございました。コンサルロックでフェルオーバーをやろうとしたらコンサルロックが罠があってうまくいかなかったっていうお話をされてたと思うんですけど、はい、結局、では今そのヨルマクドのフェイルオーバーどのようにされてるかっていうところをお伺いしたいです。はい、まあ、フェイルオーバーをどうしてるかってお話だと思うんですけど、まあ、大変お恥ずかしながらフェイルオーバーする機能は今ないです。で一応スクリプト一発でフェイルオーバーをできるとこまでは用意してありますけど、まあ、自動ではフェイルオーバーしないので、まあ、いわゆるベストエフォートでの対応となっております。なので、まあ、ちょっとそうです、今ちょっとこの今回の発表が落ち着いたっていうのもありますので、ちょっとちゃんと別の方法でできるようにしていきたいなと思っております。わかりました、すいません、変なこと聞いて。はい、その他質問ある方挙手お願いします。ありがとうございます。リリースについては普通にマネージドのサービスとして、はい、スレッドの方にフェイルオーバーする機能がついていると理解しているんですけど、そちらは何か比較とかはされますか？はい、比較は特にはしていなくて、弊社ですと前はレディスセンチネルを使ってたんですけど、レディスセンチネルはすごいなんか、まあ、いい感じにフェイルオーバーしてくれるんですけど、まあ、運用がものすごく大変で、まあ、それをどうにかなくしたいなっていうことで、一応その、エラスティキャッシュフォーリリースでマルチ AZ 対応してフェイルオーバーできるようになったのが、まあ、結構去年の中頃か後半ぐらいなんですけど、まあ、それで結構かなり省力化できるならやってみようっていうことで、導入しました。ちょっと変な回答かもしれません。はい、その他質問ある方挙手でお願いします。
されていたり、夜マクドを導入されたって聞いたんですけど、割とその決め手だったり、その検証だったりとか、割とその新しいミドルウェアを導入する上で、その社内での合意みたいなのが多少必要だと思うんですけど、どういう感じでそのあたり調整したかとか、検証をどうやったのかみたいなところ、もうちょっと細かくお話しいただきたいです。はい、夜マクドを導入するまでの経緯とか、まあ、どうやって、まあ、実際に許可を得たかっていう話なんですけど、まあ、あんまり許可とかは得てなくて、まあ、インフラチーム自体が、まあ、少人数体制といったこともあり、まあ、ちょっと、まあ、少なくともその京都タイクーンはやめようっていうのは決まってて、で、まあ、そこからじゃあ次何使おうかって話になって、まあまあ、先ほど言った通り、西郷さんが作ってて、まあ、国産っていうのもあって、まあ、まずちょっと見てみようってことになって、まあ、でいろいろ見てみたら、そのちゃんとフェルオーバーしてくれるし、あとは一応なんかのリリースノートがディベロッパーブログに書いてたんですけど、まあ、性能もなんか実はメモキャッシュよりいいかもみたいなことが書いてあったりして、なんかすごくいいなってことで、実際にちょっと開発環境に環境を用意して、ちゃんとまあ特にでそれで実際にアプリを動かしてみて特に問題なかったので、そのまま本番投入いたしました。ありがとうございます。その他質問のある方挙手でお願いします。あ、はい、大丈夫です。ルール知見ありがとうございました。一つお伺いしたいのは、移行するときに、今回の移行を AWS にするにあたって、こう、まあ、今回成功したと思うんですけども、その手順において、もしこう何かがあったときにロールバックするというか切り戻すという、そういう判断、そういう手順を想定されていたのかどうかということを知りたいということと、どういうポイントでそういう、切り戻しの判断をするというところを考えていたのかというのを教えてほしいです。はい、まあ、切り戻しについてなんですけど、まあ、なんか実はそこまで深く考えてなくて、まあ、一応なんていうか、旧環境をまっさらにして入れ替えるとかじゃなかったと思うので、普通切り替えはなので、まあ、DNS、例えば新環境にして、まあ、ダメだったら、まあ、DNS を切り替えて、戻して、まあ、そっちにして、まあ、ちょっとユーザー様には迷惑をかけすることになると思うんですけど、またメンテ入れて、まあ、元に戻すっていうようなことをやる想定ではありました。ありがとうございます。はい、その他質問がある方挙手でお願いします。真ん中の方の方、はい。すいません、ありがとうございました。一点お聞きしたいんですけれども、RDS でマルチ Z を配置された場合に、どうしてもフェルオーバーするときにダウンタイムが発生すると思うんですが、はい、そういった際にそのダウンタイムが発生した場合に、その影響を小さくするといいますか、そういったところはどういったことをされているのかなというのを聞かせていただきたいんですけれども。はい、まあ、RDS がフェルオーバーしたときの影響を小さくする方法なんですけど、まあ、特に対策してなくて、まあ、もともと RDS もデータがものすごく大きくなければ、まあ、3分から5分ぐらいでフェルオーバーするので、まあ、ちょっとそこら辺は許容していただくというような感じです。実際その対策しようとすると、いろいろ、なんかその対策にすごい、なんかいろいろがっちりシステム組まないといけないですし、まあ、なんか割に合わないといいますか、いろいろそっちのなんか免許をするのはさらに大変だったりとかもあると思うので、まあ、特にあれですね、自前でその ダウンタイムを短くするといった対策は特に行っておりません。ありがとうございます。はい、ではあと一つ質問を受け付けようと思いますが、どなたか質問ある方挙手でお願いします。よろしいですか。はい、ではですね、講演終わった後にまた直接スピーカーの方とお話しいただければなと思いますので、はい、以上となります。ではどうもありがとうございました。